さあさあさあ、やっていきましょうか。バイオウェルジュアーリフォー。いや、今映ってた奴らをもうぶっ放すことができればどれだけ気持ちいいだろうねっていうことで、ナイフ、ほぼナイフクリアっていうのを目指してやっていきたいなというふうに思います。はい。ということで、こっちの方進んでいきましょうか。今回ね、まぁ、ちょっとね、僕にとってのラスボスが待っているんですけれども、まぁ、そこら辺をね、チラチラと頑張って目指していきながら、まずは、のぞき見大好き。のぞきくん。二つだけかな、見るのって。まあ、こっちをちらっと見ても、向こうに何かありそうだと、今にも沈みそうな小屋があるだけなんですけどね。これ特にいないのかな？ここら辺のバスを、うまそうだとか言ってくれないんですかね。うん。淡白で美味しい味って言ってね。おじさんがボート二人で乗ってたらね、もうやることじゃ一つですよ、もう。キャッキャ、ウフフの単なる。あれ？マリオの首輪？あれ？ヤッフー！くそ。え？首がなくなった？あれ、もともとなかったっけ？あれ、日本版なのに首ねえんだ。そうか。あれ、海外版だけだと思ってた。日本、今回なんか、日本版も、その海外版も、極力、なんか違いを作らないようにみたいなことを書いてあったけど、あそこまでグロ演出とか日本版であったんですね。知らなかった。忘れてた。ね。まあ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 、そんなこともありつつ、こっち進んでいこうか。ね。もう、ルイージはすでにね、もう、昇進されちゃいましたからね。はい。昇進って、あれですよ、課長が部長になるとかって意味じゃなくてね、役味って書いてね、昇進ですからね。うん。いや、あれは熱いよ、本当にね。いろんな死に方があるけど、どの死に方がえぐいんだろうな、とかって思うよね。なんか、飛び降りとかはなんか、一瞬だから、そこまで苦しまないみたいなこと聞いたりとかするけどね。うん。なんで死に方のあれをやってるんだっていうことで。ほんと、クソ、ほんと、ほんと、ほんと、うんこ最悪だっていうね。じゃあ、こっち進んでいってさ、こいつね、まともに戦うのは初めてだからな。よっしゃ、よら、おら、おら、さ、いつでもいいボタンを押せる準備だけはしてるぜ、いいボタン、いい、あ、ちょ、あれ？ん？あれ？全然反撃しこない。ん？なんどうする？どうした？あ、そんなにおちんちん気持ちいい？そんなにおちんちんやられる気持ちいい？あ、そっか、気持ちいい。あ、ちょ、ふん。あ、なんか優しいぞ、こいつ。シンプルに。あ、全然あれだね。あ、そうっすか。あー、気持ちいい、たまらないわー。へー。むしろこいつの方がなんかガンガンやる気だけどな。おら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 。優しくない、こいつは全然優しくなかった、こいつ。うん、や、くそ、くそ。こいつは全然優しくなかった。おら、そんなやつにはもう全然、もう優しくない、もうあれで愛撫してやっかんな、ほんとに。全力でもう痛いって叫ぶくらいのね、やつをやってっかんな。で、こっちから敵は来ないからって、ちょっと待って、なんか そこかしこから声がするんだけど、あれ気のせい？こっち中入、あれいないね。あれ、おじさんこの中に入ってなかったっけか。そうか、気のせいか。で、こっち手榴弾取って、あれでもやっぱ声するの？あれどこだ？あれどっから来るんだっけ？奥から来るのは確実なんだけど、その他からなかなか来ない。あれ？おかしいな。トゥル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 ゴリラの尻尾、あれ？生えてたかな？ああ、奥にいっぱいいるね。あ、でもめっちゃいるわ。あ、いて、あれちょっと待って。課金しなかった。怖い。どんちゅう怖い。おーめ、それ、ずいぶんと危ねえ。なんか、あー、急なセクハラ。急な逆セクハラ。ちょっと待って。いやー、あなたの期待には応えられないわ。そのパンチ出されたところで何にも燃えないです。あ、グーパッチ。あー、この人は積極的です。後ろからやるからダメなのよ。正面からもっとね、男にぶつかっていきなさいって、あんなことさせたって、お前によ。くそ、ハーブがなくなってきた。ハーブがないぞ。ハーブがない。あ、ブレックインキック。クッキークッキー。あ、ちょ、痛い。くそ、ハーブだ。お前、これ発狂するなって。もうカオスの状態になってる、カオス。危ない。そんなこといかんぜよ、いかんぜよ。ちょっとこっちに行ったら退避。なんか拾えるアイテムはなさそうだね。いやー、クッキー、なんでクッキーしてくんないの？なんでクッキン。あ、ちょ。ほっ。おら。よし、オッキー。んで、こっち進んでって、上から撃ってきてるの地味に鬱陶しいな。これ、こっち行ったからって、大丈夫かな？こっち行ったとてだもんな。くっそー、めんどくせえな。ピッと。で、なんかどっかから向かってくるはずなんだけど、どっち？あー、ちょ、すれ違い事故。あー、これ、課金。え、なんか違うな。今、斧じゃなくて、矢を課金したぞ、今。ボウガン。ツイン。なんとなくだけど、こいつ、やっぱそうだよね。させません。なんで分かったんだろう。あ、こんなに濁ってるのに。オッケー。
よし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 。で、やばい、喉がちょっとやられてきたと。んで、こっちの方、あ、違う、なんか、あんまり良くないの握ってるね。なんでそれ握ってんだ？まあ、こっち行って、まあ、来てる間に、ドゥーン。ケイザー、来い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 、ヒカ。あっぷっ、あっぷっ。あ、よかった、2人とも、あ、違う、追加発注してきやがった、この野郎。ボリュームディスカウントでお願いします。で、うにゅうにゅう、あ、しないね。あ、いった、え、あ、うまっ、え、どこ隙間で、え、ちょんちょん、これ実は透明だった。スケスケの実、くっそ、やられた。ムカつく、やられた。で、こっちから、よいしょ。おら。オッケー、アボクゲット。よしよし。んで、こっちの、これ届く？あ、届いた。やった。あざっす。でん。で、特に他拾い忘れてるのはなさそうだね。じゃあ先進んでいくべや。オッケー。じゃ、こっち進んでいって、あれ鎖拾ったっけ、あれ拾っ、あ、拾ってるね。大丈夫か、オッケーオッケー。もう拾ったかどうかかもしれない。には、映ってたかどうかちょっと見逃しちゃってたから、ね、まあ、そう、まあ、そういうこともある。そういうこともある。よし。で、こいつは確実にくぐれないから、オッケー。で、めっちゃ飛ばしてくんだよな、あいつ。ほんと、さっさと始末したいよね。聞いて、まずはこっちから拾っていきましょう。オープン。六角形のピース。で、こっち。んで、こいつは、スニーキできない、ちょっとできないできない。おう、危ない危ない危ない。おやすみなさい。ふっ。ああ、もう、この、ほんと、ファイヤーダンスしたら危ないんですよ、ファイヤーダンスしたら。で、こっち開けて、いや、まさかのスニーキングできなかったね。走っていたのがバレた、これもしかして。やっちまったな。オッケーオッケー。で、ほい、溶けてなくなります。なんかでもシャー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 、あ、いた。シャー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 言ってたからね。オッケー。で、これ3匹目。よし。んでからの、オープンセサミー。で、よいしょ、よいしょ、こっち。銀刀くんか。なるほどね。で、ボード取って、ここでな、まあ、出てくるっていうのはあれだもんね。ないから、楽だよね。まあ、帰り道に結局出てくるからあれなんだけどね。よし。じゃあ、登っていって、ほいっと。で、ちょっとさっきからね、あの、チュン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 打ってくる、ちょっと不届き者がいるからね、そう、不届き者をちょっと、うん。OK。で、こいつを、ふら、う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 ら、よし、倒したーな、あぶね。あ、ちょ、お前、勝てえな。マジか。あんな爆発してんのに、それでも中の寄生虫は生きてたのか。ドゥ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 ンって。ほんとに。よし。オッケー、じゃあ、あいつら、そうだな。相手にしてあげなーい。さあ、帰り道にいるやつだけ、ちょっとボコボコにしようか。うら、うら、あ、ちょっと、あ、お兄さん、お姉さん守ってあげるかなーってか。優しいね、優しい。あ、ちょ、おじいさん2個、おぉ、ハゲチャミン。これなんか、すごい説教好きそうなおじさんだね、この、こう、ほんと。危ない、そう。でも、おばさん、だんだん距離の取り方が可愛いな。なんか、ちょこちょこ後ろに下がってってんだよね。ふり。でも、こう言ってる前に後ろに、おぉ、危ない。あ、ちょ、発狂してるし。させません。危な。おっきょっきょ、おい、キック。あー、ちょっと後ろから追ってる。あったよ、危ない。うん、流しみに寝なさい。んで、おばさん立ち上がってる。今更邪魔だよって言ってどうすんだよ。ふい。オッケー。で、後ろの、あれ？あ、おじさんもう、あれか。え？やっぱあれかな？飲みすぎて体力なくなっちゃったのかな？首ぐわん。いや、すごいね。さすがにあそこまでなるかなって思ったけど、なっちゃってたね。首ぐわんぐわんだ。
OK、じゃあどうしようかな。戻っ、どうしようかな。やることは一つしかないですよ。戻るしかないんですよ。戻るしか。OK、じゃあ戻っていきましょう。ファッションショー、くだらないです。オリーベス。OK。ほんでからの、鎖蛇はもうね、2匹あれば、What happened to me? さあ、こっからが勝負なんすよ、こっからが。僕の大嫌いなラスボスが登場するんすよ、本当に。こいつ、なんとかね、もう本当に初めてのハードコアの時、何度やられてしまったかっていうね。オープン。OK。よし。んで、ここハメハメしてって、こっちもハメハメしてって、OK。よし。取れた。あと、あ、ちょっと、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと一旦戻ろう。青いメダリオン取るの忘れてた。メダリオン取るの忘れてたから、こうやって寄り道するのも悪くない人生だと思うんですよね。まあ、結局ね、なんか人生って何かに没頭するっても大事だけどさ、寄り道することもさ、振り返ってみたら、あれ、面白い経験だったよねと思うよね。ゲームにそれを求めちゃいかんぜよっていうところですね。やっちまったよね。本当に降ります。くるっと。で、こっち走っていって、特に敵はもうめっちゃいるわ。ふっ、危ない。おばさん、そんな大振り。ちゃんと刃物使うと、お口パックンチョだね、ほんとに。めっちゃ開いてんな。で、こっち、あ、いたわ。おじさん、こっち、危ない。あ、ちょ、あ、って、あ、一心同体だった。あ、お、くそ、アーマーガと同じこと言ってる。ほんとに、危な。よし、よし。で、あ、ちょ、あ、お首ダメです。ダメです。危ない。あ、2回目それは聞いてない。あ、ぶっ、おー、もう。ああ、口果てていった。そらダメっすよ。大目が真っ黒だな。解決ロールみたいな目になってる。あっぷね、行って。くそ。本当に苦しいじゃない。辛いでやんす。もう、やられた。悔しい。青いメダリオン壊しに行く。もうさすがにいないよね、どこにも。てか、まずそもそもどこにあったかっていうのがちょっとあんま覚えてないです。ごめんなさい。はい。まあ、そういうこともあるよねっていう。くそ。ほら。で、あとどこだっけ？あとまたどっか戻らなきゃいけなかったっすよね。あっち？ここら辺か？違うな。こっちまで来なくてよかった。あ、しまった。間違えた。こっちまで来なくてよかったんだ。くそ。よし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 。OK。で、ここら辺か。こっちまで行くと戻りすぎになるのかな？もう毎回毎回さ、もうなんかいろいろと自分が喋ることが、自分がなんかその、喋ることに夢中になりすぎて、一個一個の細かいことまで覚えてられないっていうね。うん、本当はもっとね、集中して、やったらいいかもしれないですけど、ガチで、この RE4 に関しては、実況時間、プレイ時間がね、もう実況しかしてないのよ。うん。まあ、しいて言うなら、マーセナリーズと、なんだっけ、射的場だけね、裏でやったりとかしてるけど、本当にね、メインストーリーに関しては、実況の時しかやってないよね。そりゃうまくもならんわなっていうね。だから裏でやってなんかもっとね、うまくプレイしろよとかって思われている方も中にいるかもしれないですけど、本当に皆さんにお届けしているのがプレイのすべてだから、そりゃちょっと残念な結果にはなるよねっていうことで、こっちからチラミッド。あった。これね、一発でちゃんと決めとかないと、なんかここでも何発かブン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 打ってても、なんか、ベルデューゴじゃねえやん。デルラゴ出てきちゃうらしいですからね。ということで、トゥク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 。さあ、京都水族館から逃げ出したオオサンショウウオの一匹がここまで巨大化しちゃいましたよということなんでね。まぁ、梅小路公園にまで、戻そうかなと思いますね。マシンガンみたいな音がしてる。でで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 で
っと待って、本当に喉がやばい。いやそんな季節じゃないと思うんですけどね、まだ喉をやられるようなね。まあ、こうやって一人でベラ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 喋ってたらね、やっぱ適度に水分補給なんかもしながらやんなきゃいけないんだろうな。傑作だ、本当に。さてさて、全然あれだね。全然。もう、こんな中ね、真ん中でトゥグンってなったら本当危ない、極まりないっていうね。そりゃそうなるわっていうね。よし、さあ、来るかな来るかな来るかな、志村、後ろあれまだか。結構長いね。今回あれなんだよね。サムネとかを撮るときにさ、やっぱり、デルラゴを撮ったら映える可能性があるじゃないですか。だから、デルラゴをちゃんとしっかり撮ろうかなって思ったら、意外とね、デルラゴの体がちゃんと出てる瞬間でもないっていうことで、さあ、勝負が始まった。これ多分20発当てたら勝てるんじゃないかなって思ってるんですよね。ね、20発くらい当てれば勝てるんじゃないかなと思ってたけど、今何発当てたのかベラベラ喋りながらやってたらわからなくなった。6発目くらいかな。ね、ほい、飛びます飛びます。ゲー。上。よし、OK。OK、OK。順調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 。まだ1発くらい外してないんじゃないか。で、どっちだどっちだこっちか。OK、OK。まあ、今回のね、やつが、こう構えながら、避けれるようになったっていうのが楽だよね。前作はさ、構えながら避けられなかったからね。構えると動けなくなるから、それとはまた動作別にしなきゃいけないっていうね、そんな感じだったんですけど、さてどこだ、痛い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 、よし当たった。あれちょっと待って、あれ なんで2発目そんな、あれ おかしいな。なんか1発目と2発目のその投げてる距離に差がありすぎてピッてるんだけど、よし、オッケーオッケーオッケー、ドゥ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 、さあ、どっちから来るか、こっちですぐに飛びます、飛びます。おい。よしよしよし、順調やな、順調やな。このペースでいってたら多分、一発クリアいってるんじゃなかろうか。うん。ね。まあ、多分どのくらいお亡くなりになったかっていうところは、ちょっと待って、危ない。うん。再生時間でさせていただけたらなと思うんですけど、まあ、多分このペースだとこのままいけるんじゃないか。おー、オッケーオッケー。よいしょ、あー、ちょ、そんな2つまとめてってのなかなかあれでシビアですね。オッケー、お尻気持ちいい。やっちまったー。で、2回目だ。これやっぱ3回やんのかな。なんか3回やらずに倒せるのが一番楽なんだけどな。で、この刺す回数に関してはなんかあんま難易度変わるっていう感じはしないけどな。さあ、どっから来る？そのまま来るかなと思ったけど、全然来ない。全然来ない。あれあれ、ちょ。あ、来た。ようこそいらっしゃいました。さあ、2発目もおかわりしよう。ああ、無理だった。残念。グエ。さあ、こっからがめんどくさいんだ。出たり入ったりってね、するからね。ピョーンって見ながらさ、うい、出したり入れたりするからね。ドゥンドゥン。さすがにしぶといな。あ、この言葉が出たらもうあとちょっとっすよね。多分ね。まあ、体力もあと5、6発以内になってるんじゃないかなと思うけど。オッケーオッケー。よし。で、間を抜けていって、うい、あくそ、あくそ、かし。で、ほい。あ、やべ、ちょっと待って、痛い。くそ。ノーダメでいけると思ってたのに。え、目の前、あ、やべ。ちょっとこれはまずいな。うえ、うお、ギリギリ、危ない。死なねえのかよ。クソ、やばい。この水しぶきが、ちょっと待って、船当たって、ありえねえ。さあ、皆さん、何回夢を見たかわからないくらいの時間を今から共に過ごそうではないか。くそ。ここまで来たのに。ほんと、あの段階まで来て、あそこまで、短時間でボコボコダメージ食らうんかね、ほんとに。やっちまったわ。なぜそうなるのかっていうね。やっちまったなぁ。ほんと悔しい。くそ。
あ、だだだ、もうなんかもうフォースが乱れまくってる、フォースが、あ、フォースが乱れて、あ、当たったのかい、フォースが乱れてるよ、あの、安心してください、入ってます、痛い、こんなダメージを、ちょ、あ、もうダメかもしんない、もうダメかもしんない、うん、早いうちに、訂正、うわ、ダメだ、やろ、くっそー、マジかよー、もう淡々とこなしていくしかないよね。やるだけのことやってダメだ、いやダメだ、諦めよ、よし、うん、ああ、1回目のあれか、1回目の自由タイムだね、あの、急にあの繋がれたことを忘れたかのようになんか暴れ散らかす時間がやってきたってことですね。くっそー、やってやんよ、やってやんよ、オラ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 、よし、ふっ、ああ、くそ、よし、あ、当たってない、ふいよー、食べー、で、こっちからピョーン飛んでくるでしょ、ほら、カウンターショック、よし、で、無理だ、ぴょん、無理だ、ぴょん、こっちだ、ぴょん、じゃあ、そのね、あのね、とっさに隠れられると、あれ、こいつどこに向かってんだっけってなってね、で、気づいたら目の前にね、木が浮いてると、ぷかぷかーのー、ぷかぷかーのー、ぷかぷかーのー、ちょ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 、あ、間は怖いです、間は怖いです、本当に怖いです、間、もうビビり散らかします、怖い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 、危ない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 、で、どっから来る、どっから来る、あ、2発目か、2発目、もうおかわりしたい、さあ、どっから来る、さあ、かかってこい、いつだってやってやんよ、いつだってやってやんよ、お兄さん楽しんであげるからね、おいで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 、で、どこだ、これ3回目、じゃあ2発目か、2発目だったの、ちっきつ、あ、痛い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 、ふっ、キン、これはもう2発目いけん、よっしゃー、2発、これでもういけんだべや、あー、そっか、でも暴れ散らかす時間か、くそー、ちょっと待って、どう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 、よし、で、あはー、無理、で、どこ行く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 、どこ行った、どこ行った、ちょ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 、もう散らかってんな、散らかってんな、クソ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 って言っちゃってる、ごめんごめん、もう、あって危ない、おお、今の避けてたんだ、おお、危ない危ない、で、ふい、ギリギリ避けて、ギリギリ来てる、崖の上にぽんよ、ほら、よっしゃ、カウンターショック、オッケー、あ、ちゅんで、ほら、そんなにお腹丸出しにして寝てたら風邪ひいちゃうわよ、こんな暑い日だったとしてもいいよ、ほら、どこ行った、え、まあ、なんか、あの、将来的には日本は夏が、あの、長くなって冬が短くなるらしいですけどね、うん、僕個人的には暑い方が好きだからいいんだけどさ、ね、冬が好きだって方にとってはちょっとあれだよね、不法じゃねえ、不法って言葉の使い方本当に今使うべきじゃなかった、よろしくなかったですね、失礼しました、まあ、あの、なんて言ったら吉報の反対なんだったっけ、不評、それは違うの、評価がダメなことだ、で、どっから来る、おー、目の前、危ない、やるな、これ死なねえんだ、ちょっと待って、今何発ぶちかましたっけ、そろそろ終わんじゃねえか、まだか、うら、あ、ちょ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 、あれ、ま、あれ、あれ、今一瞬画面が固まったよ、しゃ、固まった、OK、うぃ、飛びます、で、最後の力振り絞って全身を見せようと思ったけど尻尾が見えてなかったからアウト、さあお前の場所は京都水族館だ、お戻りなさいあー疲れた、もう今のレオンと俺同じ感じだよ、グエ、よし、オッケーオッケー、さあ無事クリアすることができましたということでね、今回もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してまた明日以降もお楽しみいただけたら幸いでございます、ということでね、今回動画以上とさせていただきます、また次回パートでお会いできたら嬉しいです、ではまた、バイバイ。